ます。途中飛ばすかもしれませんけど、一応支援からいきます。支援111編。じゃあお願いします。ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝しよう。すぐな人の辛いと主の会に覚えて、主の御業は開いて、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。その御業は尊厳と利己を、その日は永遠に固く立つ。主はその屈指技の記念とされた。主は情け深く愛に深く、主を恐れる者に食べ物を与え、その契約をとこしえに覚えておられる。地をご自分のために与え、彼らにその御業の力を告げ知らせられた。見てのまたは真実、この戦争のすべての言い出しでは確かである。それらは限りなく保たれ、誠と正しさをもって行われる。主は御神にあがないよ送り、ご自分の契約をとこしえに定められた。主の御名は聖であり、恐れ呪い。恐れることは知恵の始め、これを行う人は皆良い名札を得る。主の誉れは永遠に働く。アレリア。6番、元気を出して。どんな困難の中でも、いつも笑顔を絶やさないで、たゆむことなく歩き続けてここまで来たのに、立ちはだかる熱い壁に心が折れそうになって、くじけそうなら思い出して、一人じゃないこと、どんまり元気を出して、顔を上げて、恐れるものは何もない、神様が共にいるから、だから諦めないで、どんまり元気を出して、胸を向いて、失うものは何もない、祈りは天に届いてる、だから元気を出して。土砂降りの雨の中でも、吹きつける嵐の夜も、心の中を照らし続ける光があるから。
に負け続けたって戦うことをやめないで約束された圧倒的な勝利を見るまでどんまり元気を出して顔を上げて恐れるものは何もない神様が共にいるからだから諦めないでどんまり元気を出して上を向いて失うものは何もない祈りは天に届いてるだから元気を出してだから元気を出して飛ばします飛ばして12番天の賛美で礼が入ります。主の御前に膝をかんで心を注ぎ祈ります。主の御前に両手掲げ聖なる宮をあがめます。私の命の限り主の家に住み主を仰ぐ天の賛美が今ここに満ちあふれて主の臨在の中従う者はその神の手の動き神の手の技を見始めています。しかし慌ててはいけません。あなた方は人と比べ人と競争するその誘惑から解放されなさい。私があなたに語っていることをただ忠実に私を信じて行い続けなさい。信仰が試されます。私は信仝を通して約束したことの成就を具体的に実際的に驚くほど豊かに表していきます。愛する子よ忠実でありなさい。私は間違いなくあなたにも約束の成就と驚くような栄光を表していこう。そしてそれは続いていく年を抑えます。しかし忍耐が必要です。周りでこれから次々に技が始まります。慌てないようにしなさい。焦らないようにしなさい。人と比べて考えないようにしなさい。神の前に忠実でありなさいと主は仰せられます。このあなたにどのような賭けがあったとしてもその賭けを完全に覆う主の恵みが来ていると主は言われます。この恵みにより頼んで出て行きなさい。その主の御子に従って出て行きなさいと主は言われます。聖霊の働きは強くなってきていますがさらに強くなります。その時あなた方は一つの誘惑に陥るでしょう。非常に祝福された中で気がつくと人々また自分を責めてしまうという誘惑です。気をつけなさい。あなた方が人々を裁き自分を裁いている時あなたは高くされています。身を低くしなさい。誰かのせいにしたり自分を責めることをやめなさい。すべてのことを益とされる神を信じ
今祭殿がなされていることを信じなさい。今神は祭殿をなしておられ、今神を愛してくださっていることを受け取りなさい。その時誰かを責める誘惑からも、自分を責める誘惑からも解放されます。そして神の恵みと祝福は溢れ出してくると主は教えます。感謝と賛美に関して、私はさらに深く奥義を開き、さらにその恵みを増し加えていこうと主は仰せられます。天のエルサレム、すぐまたアメリカチームに行かれましたが、その祝福もありがとうございます。熊本の本当に素晴らしい、賛美の時をありがとうございます。今日はこの後、賛美大会の打ち合わせや抽選会がありますが、あなたは祝福されることありがとうございます。特別賛美を感謝します。一つ一つの証をありがとうございます。今日集われたお一人お一人、オンラインされているお一人お一人、ダウンロードされているお一人お一人をありがとうございます。今から御言葉に短く聞きますが、言葉数が少なくと多かろうと、あなたは御言葉を持って語られますから、今晩必要な言葉を語り、その言葉によって私の信仰を養い、主の愛を増し加えてくださって、あなたが用意されているこの終わりの時の祝福と勝利を共にていけれるようにどうぞ導いてください。語る者の雲もへくだります。私を語ってください。神の言葉によって生かしてください。神イエスの名前によってお祈りいたします。アメン。